アバイ級コルベットは、インド海軍のコルベットの艦級。ソ連海軍が運用していた 1241.2P 型小型対戦艦を元にした派生型で、ソビエト連邦の設計番号としては1241.2ポリエチレン型、また NATO コードネームではパウク2型と称される。なおネームシップの艦名、アバイはサンスクリット語のに由来している。 1980年代中盤、インド海軍は、ソビエト連邦より 1241RE 型大型ミサイル艇を購入する契約を締結したが、この時同時に同型をもとにした小型対戦艦の購入契約も結ばれていた。これによって建造されたのが本級である。なお1241型大型ミサイル艇は、 ビール級コルベットとして1987年より運用を開始した。上記の経緯よりソ連海軍で運用されていた 1241.2P 型小型対戦艦を元にした輸出型であり、1241.2ポリエチリン型と称される。主戦隊は軟航性だが、上部構造物や戦隊内各壁の一部はアルミニウム合金製となった。上部構造物は、 オリジナルの 1241.2P 型よりも長くなっている。指揮官には熱帯気候に合わせたカスタマイズが施されている。装備は大きく変更されており、1241.2ポリエチレン型の装備した 400mm 単装魚雷発射管、オットマイナス40から2044機に変えて 533mm 連装魚雷発射管 DTA-532 機を搭載した。 この発射艦からは、53から65、下帯船魚雷や Z-65 インは発射できた。また、渉海能力強化のため、対空、対水上レーダーも大型の MR-352、ポジチーフインが搭載されている。これは、1241.7型や1241.8型大型ミサイル艇に搭載されたものと同様の捜索レーダーである。 1241.2ポリエチレン型は、ソ連時代末期に各国に向けて8隻建造されたが、そのうち4隻がインド海軍向けとなっている。建造は、全艦ともヤロスラーブリ造船工場で行われた。1989年から1991年にかけて導入された4隻のソ連海軍での名称は、それぞれ MPK-221。 MPK-218, MPK-206, MPK-208 MP であった。ありがとうございます。